涼しいね。この街ね、なんか意外に自然が多くて好きなの。なんかここで生まれたかった感もあるかも。いやいい、全然いい、本当に。ん？ちょっとあっちの辺から声がするな。なんか声するぞ。何？どこだ？どこ？ここ。こっちゃん選手。どうしましょう？今日はこと散歩。あ、こと散歩。こと散歩。今日は。やった。楽しみです。今日は。せっかくだから、はい、まあ、9月にもなったしさ、はい、もう季節もすっかり秋模様、うん、そうだね。ってことは私がね、うん、秋マスターだから街中よ。ちょっと自然あるけど街中よ。この都内でも秋はあるのよ。ある？ある。だからちょっとこう小さい秋、うん、見つけちゃおうかなって。はい、小さい秋ね。うん、小さい秋を見つけていきたいと思います。はい、小さい秋、結構今ねコンクリートが割と続いてるから。そうだね、うん、場所チェンジします。なかなか。そうだね、ちょっと歩きますか。あ、待って、小さい秋。お、小さい秋。小さい秋だ。落ち葉ねえ、髪の毛ついてる。うわ、こわ。小さい秋の髪の毛ついてんだ。小さい。これね、髪の毛ついてる。こう、でもこれも小さい秋ね。紅葉のシーズン。まだなんかついてる。髪の毛ついてる。なんで髪の毛ついてる。さあ、小さい秋。あ、ひでくんも見つけた。小さい秋、小さい秋、小さい秋、見つけた。どいんな女かよ。小さい秋ゲット。でもこれ自然に、自然に返すの。これ自然返す、うん、これがねルールだから。自然からね、自然からもらったものは自然に返す。秋のシーズンだけども、はい、気持ちがいいね、うん、ちょっと麦茶飲むと夏っぽいけどね。あ、でも茶色っぽいからまだ。茶色は秋の色。茶色は秋の色。あれ、次の秋。はい、どこあるんだろう。次の秋。あ、ちょっと待って、何ですか。トンボ。トンボだ。これ誰かが作ったのかな。じゃあこれトンボだよ。あ、トンボか。生きてるよ、ほら。本当だ。ね、小さい秋。小さい秋だ。見っけた、赤トンボ。赤トンボ。小さい秋、小さい秋。最悪だよこれ。小さい秋、見つけた。ほらなった。あ、すごい。止まった。すごい。俺の顔も赤く染まるよ。すごい。でももうこっちまで秋来てるから。よかったね、仲良しになって。仲良しになってないよ。すごい。これでも離れないからもうこのまま行くしかない。すごい。やだ、すごいね、うん、いい季節だな。赤トンボってだってなかなか都内で見れないじゃない。赤トンボの様子が、うん、あら、逆さまになっちゃった赤トンボ。ねえ、大丈夫。こと散歩。違う、小さい焼きを見つけるのがこと散歩。なるほどね。うん。お、はい、元気いいわ。元気いいわ。こんにちは。こんにちは。ミネ君、こんにちは。定位置なんだ、これ。ここ定位置だから。こうシルエット的にアウトもらう可能性があるけど。赤トンボだよ、だってシルエットの怖さがあるから。何も怖くない、赤トンボだもん、だって。こんな遠くに行かんといけんのか。その辺でいいのにね。いやでも秋がいっぱいでいいんじゃない、ね、すごい。やっぱ季節もね、肌寒くなってきたよね。秋ってことでいいのか、これは。
まだ夏いてんの？いや、いや俺も話したい。夏でいってるね。あ、何って、また新たな秋が、新たな秋が、ちょっと何それ、こんなとこにタケノコが、タケノコすごい、うん、都内のこのコンクリートの、うん、確かにちょっと緑が出てるね、え、うん、タコだ、すごいこれね、タケノコ、はい、すごいすごいね、こんなとこに、こんなとこにタケノコが、こんなに小学校の何、なんかこの作り物置いてく通りなの、ね、違う違う、本物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 、これこれも本物よ、本物ね、小さい秋、小さい秋、小さい秋、見つけたー、あっ、ちょっとタケノコがちょっとあのなんつうとこにタケノコ入っちゃう、ごめんなさい、ちょ、あれ何これ、タケノコ、ちょっと待って、うん、ごめんごめん、これちょっとどうしよう、これどうしようどうしよう、これちょ、取ってタケノコ取って、いや、これタケノコ取って、待って、よく来てるから、待って、タケノコが、あーすごい、ちょっと、あーすごい立派なタケノコ、そう、峰くんの股からちょっとタケノコ生えちゃったけど、生えちゃったね、まあ今日はね、いっぱいな秋見つけられてよかったね、いや、でもまだあるでしょ、え、いや、もうないよ、秋あるよ、え、マッタケがある、ここに足のマッタケがおだめだ、出してくんな、おだめだ、入っとるよ、マッタケって言うなこれは秋じゃないの、これ秋じゃないこれ秋じゃない、オールシーズン、オールシーズン、オールシーズンものだから見つけてほしかったな、本物の秋、小さい秋、小さい秋、小さい秋、見つけた、やめて見つけてほしいって言うから、カメラ待ってないとこでやって、それ一番ダメだろ、では皆さん、コトサンボ、また来週。